英国議会議事堂2005年イギリス総選挙は、英国議会の議員を選出するため、英国において2005年5月に行われた、イギリス総選挙である。前回行われた2001年7月の総選挙以来4年ぶりに、行われた選挙で、提出行率や堅調な個人消費で好調な、英国経済の中、労働党のブレア首相が5年ある。 会議員の任期を1年前倒しする形で会議を解散して行われた。2003年に勃発したイラク戦争への参戦の是非などが主な争点として争われた。選挙の結果、労働党は決闘以来初めてとなる3期連続の政権を維持することには成功したが、前回より40議席以上も議席を減らす結果となった。当時の首相、 トニー・ブレア当時の保守党党首、マイケル・ハワード下院議員の任期は2006年7月まであり、ブレア首相は最高であと1年首相を続けることが可能ではあったが、世論調査における労働党政権の支持率が高く、野党である保守党が混乱していたため、選挙を行う後期と捉えた、ブレア首相は4月5日にバッキンガム宮殿に赴いてエリザベス女王に、 議会解散を申し入れ、4月11日に女王が議会解散を正式に宣言した。当時の自由民主党党首、チャールズ・ケネディ英国の経済が好調な中で、労働党史上初となる3期連続総選挙勝利に挑むブレア首相に対し、2003年に勃発したイラク戦争へ英国が参戦するために政府が行ったとされる。 情報操作疑惑や参戦の是非などの一連の批判を国民がどう判断するのか。また、1997年と2001年の総選挙で大敗している保守党が巻き返しを図れるか、過去数回の総選挙で順調に議席を伸ばしている自由民主党が今回どの程度まで議席を伸ばすことができるかが注目された。出典 ゼネラルエレクション2005の資料を元に作成した。得票数と得票率は、同資料の92ページから93ページより、当選者がいなかった政党及び候補については除外した。労働党は、会員の多数派を引き続き締め、労働党史上初めてとなる3期連続での政権維持には成功したが、議席数を前回より40議席以上も減らし、 得票率も政権党の得票率としては戦後最低のレベルに止まった。反対に保守党と自由民主党は前回より議席を伸ばした。結果、労働党と前野党との議席差は改選前の161議席から67議席と大幅に縮まった。しかし、保守党は1997年の総選挙以前の200議席台に乗せることはできず、 三回続けて百議席台に止まった。1983年国民代表法の規定に基づいて投票日は木曜日と決まっており、今回は原則として第一木曜日に行われる地方選挙の投票日に合わせる形で5月5日が投票日となった。PC の正式名称はプラッド・カムリーでウェールズ語の表記である。英語では The Party of Wales で直訳すれば、Wales の党。英語名は、インディペンデント・キダーミンスター、ホスピタルヘルス・コンサーン引用した、英国会員事務局の資料では、キャンディデート風芸部のディスクリプションとなっており、説明がない候補とされているので、本校では、その他として記述。ありがとうございます。